皆さんこんにちは、ヤニリンです。今日、まあ、また戻りましたちょっと休憩しようと思ったら結構時間かかってまあ夕飯も食べたし運動もしたしまあ今着てる服はもう運動用なのでで現在夜9時になりました。9時13分になりましたなので多分そんなに長くないと思うんですね、今日のライブ配信は。まあできるだけ、まあ、新しいところに行ってでちょっとセーブポイントあったらそこにそこで終わるかなわかんないですけど、まあ、さっさとやりましょうか。でちょっと新しい世界が現れまして、とモンスターズインクの世界とアナ雪の世界が出ましたけど、ちょっとどっち最初はどっちにしようかと迷ったんですけど、まあやっぱりレベルが違うんですね、2つとも。なのでちょっと確認しましょう。でモンストロポリスはバトルレベル24で、ハレンデールは26なので、モンストロポリスで決定じゃあ行きましょうか。ここにマーカーをセットして、トラベルゲート MST01 から出発します。はい。でなんか夕飯を準備してる間に主人がちょっとグミシップをいじりましたのでめっちゃ見えでちょっと見てみようかなと思います。 GKK48 1位は私が作ったんですけど、 GKK48 どんなシップに なったか気になりますね。何これ、ちょっとこれなんか羽ついてるなにこの蝶々、これ何ですか。でスペシャルウェポン、あー新しいの出ましたね。これがバリアーホール、ちょっと音楽高いなちょっと待って。でタイニーシップは、あれないんだっけ、あったじゃん、なし。 T ハイウィンドレベル1、じゃあこれにしよう。何これ、あできないか。でこれでいきましょうか。はい、出発します。どんな感じなんだろう。ちょっと、あ、何この羽、ちょっと何これなんかダッサダッサいちょっと何これ、いやダッサいわGKK48 いきます。何これ、なんか 上に上がってるけど、なんでこんな、何これ、
か使いにく。え、ちょっと待って。は？もう今さら。お、ハートもらえるんだね。ミニチップがかわいい。あー見えないな。レベル C だね。あーあー取れなかった。なんかあるのここ。あーあああ痛い痛い痛い。おお、まあ C だけなんですね。あ、この曲懐かしい。え、行くけどどこに行けばいいんだろう。ちょっと違うところに行きたいです。またバトルか。凍ってない？え、もしかしてこれアナ雪のじゃん。しか行けないんですね。あれ倒せなかった。あーできないな。え、なんで動きすぎ。なんだできなかった。タイムアップ。あ、 100? ニューレコード。え、これもしかしてアーレンデールですね。いい、行く行く、違う場所に行くわ。ちょっと これ使いにくいわ。あれ動いてる。何や、そこ。
何ここ、あ、行きたいけどどうやって取るの、これ何なの、あー取れない取れない、あー痛い痛い痛い、あ、使いにくいわこれ、お金ちょっと取りたいよ、取りたいけど取れない、おい、こっちこれって何？あ、使わなくていい、あ、あれかな？はい、はい。なんかツイッターでこれをなんかたくさん撮るとフロライトがたくさんもらえるって噂が聞きましたが、それって本当なのかな？あ、やばい、ちょっと待って、あ、どこ落ちてるの、お、あ、ちょっと待って、こことか、はい、もらえるのかな、本当に全然わかんないわ、どこ行くの、操作しにく、おいなんだな、さっきの、痛い、ちょいちょい、こっちこっち行って、こっちこっち、なんで動かないの、これとかたくさん欲しいんですよこいつら、とりあえずこんなものかな、でどこに行けばいいんだっけ、あそこか、あそこ、あれ丸はここ、違う、場所行きにくいな、このシップ、なんかグミシップ、え、何オートパイロットになってるオートパイロット、え、なんで、あ、痛い、バッ、あ、行けばいいんだろう、あそこ、でもあそこない、え、ブーストもうなくなっちゃったしあー遅いねこれ、何これ、え、マリアなの、え、何これ、
結構遠いわ。あれ、あそこが行く場所？え、もしかしてあれアレンダーでしょ？アレンデールじゃない？え、あそこ行きたくないよ。ちょっと待って、絶対あそこアレンデールでしょ。ちょっと待って、止まれ。やっぱりアレンデールでしょ。違うよ、そこじゃない。うん、そこ。あ、あ、ぶつかっちゃう。あそこだった、あの旗、旗マークが。なんでこれ動けないの。てかあそこ何なの。あそこ、あれ、あれ何だろう。多分これも欲しい、全部欲しい。あれ何。いや、全部気になる。これこれ、あれあれ、何なの。え、気になる、これ何。いえ、壊せないのこれ。壊せないのかい。何なのあれ。結局何だったの。あ、ちょいちょいちょい、ちょっと待って。ああ、なんか元に戻った感じがする。ファインファイン、行きましょうか。あれ、入れないし。ここって何。どこ。敵かい。あ、多分一番長い、あのグミシップの中一番長くいたかもしれない。あ、あ、こんなダサいグミシップが。え、何これ。あ、オッケー。ああ、どうだ、取れなかった。やりたい。できたね。B。グミミッションクリア？え、そうなの。ミッションあったっけ？うわー。うわー。うわー。いいね、やっとたどり着いた。
ワープポイントに着きました。もうすぐ着くな。それはそうでしょ。ボス戦何か、ね、そこは どこだ。はいはい、A ランク、すごい。初めてかな A ランク。ミッションクリア。 OK、 レッツゴー。はい、このデザイン。今気づいたの。ドナルド？グーフィー？なんでモンスターになってるんだよ。そうだよ、ドッグ。二人とも怖いよ。この姿が。この世界の秩序ってことか。そうそう、それもやっと会ってきたね。ん？でもやっぱり二人怖いな。離れて歩いてほしいな。お手れはしゃべらよ。でも慣れると二人とも面白く見えてきたよ。どういう世界なんだよここ。そらって意外と怖がりだね。真心込めて脅かします。どういうこと。悪者の会社かな。 We scare because we care。 この世界は怪しいな。とりあえず確かめてみよう。あれ変わらないのか。あー、かわいい。
コンストラポリス。あー絵がいいね。まあローディングは長いでしょう。じゃないだろう。お前は社長なんだ、示しがつかないだろう、いや、だからこれは違うんだ。そうだ、人間の子供を見つけたんだ。 CDI に連絡しなきゃ。確かそう、コード835だ。お前たちがその子を脅かしてるのか。そう、いや、違うもう脅かしてもいないし、悲鳴も集めてないよ。マイク、落ち着けて。そらも落ち着いて。あの子、笑ってるよ。こんにちは。俺は、ソラだよ。ブーそうか、ブーか。こんにちは、ブー。この曲。君は、人間を見ても平気なんだね。マイクはザースキー。違うし。違うよ、ブー。俺がマイクだよ。マイクはザースキー。確かに似てるかもな、ギョロメちゃんなところとか。まあね。マイクはザースキー。かわいい。やばい。グフィーだよ。俺はサリーで、こいつは知ってるって。マイク・ワゾースキーだろ。うん。あ、どうしたんだい、ブー。なに？あ、喋ってる。何って喋ってる。なんか久しぶりこのキョロキョロしてる。あ、こいつは知らない。違う。あれはハートレスのエンブレムじゃない。ワン、ワン。なんだかずいぶん昔に見た気もするな。え、グフィー見たことあるの？味方じゃない。あれでしょ、アンバース。ちょっとだけここに隠れてて。お友達ってわけじゃなさそうだし、なんだか厄介なことになってきたな。ともかくブーを守らなきゃ。わかった。おやった。よっ、へっ、た、どれ、いやた、よっ、よっ、せい、た、ここから、せい、た、あ、え、ちょいちょい、これ、マジかい。あれ、ちょっと、いや、あれ、そっか。ちょっとちょいちょいちょい、あ、なんだこれ。あ、そっか、あのゴーがいじってたから。お、すごっ。いつの間にかビトナルドが強くなった。あれ、まだいない。あ、どこ。えい、サリー、最近体がなまってるんじゃないか。まだまだマイクには負けないさ。にゃんにゃん。にゃんにゃん。今のやつらのこと知ってるのか。ハートレスじゃないんだよな。
なんだっけな、王様が前に話してた負の感情がなんとか、アンバース、そうだ、それアンバース、アンバース、昔王様と消えた3人のキーブレード使いたちが戦っていた魔物だよ。何言ってるかわかんない。消えた3人のキーブレード使い、今探してる人たちだよな。そうだよ、ゾラの光になる3人なんだ。おい、でもどうしてあんな昔の魔物が悲鳴たちを集めてる間だよ。だからもう集めてないって。それより君たちの話はさっぱり意味がわからないんだけど、まず王様っていうのは、そうだ話しちゃいけない。俺たち、よそからあの悪さをする奴らを駆除しに来たんだ。害虫駆除的な。よそから、どこ。とっても遠くだよ。まあ君たちのことはいいとして、さっきの魔物は危険なの。とっても。ブーも怯えてたしな。サリー、残念だけどブーと遊ぶのはまた今度にしよう。そうだな、マイク、まずはブーを返そう。返そうって。その子をどうするの。ブーは俺たちと深い縁があって別の世界から来てたんだけど、そんな危険な状況なら家に返さないと。分かった、それなら手伝うよ。え、またアンバースが出てくるかもしれないから俺たちも一緒に行くよ。そうか。駆除専門の君たちが一緒なら心強い。ありがとう。あ、やっぱ遊びたいんだね。また勝手に。放っておけないだろ。まあね。それにアンバースがどうして現れたのか調べないと。すごい。まずはブーを家に返さないと。笑いフロアに急ごう。さあ行こう。もうちょっと調べたいのに。よし、とりあえず地図を当てよう。オッケー。やっ、えい、他に。あ、ブーブー、あ、取りたいよ、取りたいよ。こっち向いて、こっち向いて。ブーちゃん。やー、いいカメラ持ってるね。俺を撮ってくれよ。もちろん。え、終わり。撮ってくれるのか。ありがとう。え、おしまいなんだ。はいはい、わかった。なんか新しいものあるかな。お、結構もらったね。あ、新しいの出た。あ、お祭り楽しそう。ここお祭りの様子、あー見せなかったね。読めない。ゼウス、モンゴルの息子。え？ああ、まあいいや、後で見よう。よ、リアル、リアルすぎ。よし。なんて書いてある？ビーブルート。喋れる？話せる？ここはモンスターズイン、俺たちの会社さ。会社。
なぜ魔物なんかが現れたの？そうね、あ、ずっと話せないんだ。結構軽いね。これも。どっちにしよう。こっちかこっち。あ、こっちにしよう。アトラクションは大体もう終わったんだ。かわいそう。ちょっとかわいそうだった。あ、普通に移動、あのフィニッシュするんだね。え？飛ぶんだ。知らんかった。やっぱあそこ見たいわ、さっきのところ。ここ調べたいんです。こことか。よし。あ、見れないんだ。よし。まあ、コンフィデンシャル見せれない情報なんだね。きっとコンフィデンシャル。え、ずっとマイクじゃん。あ、マイクじゃなくてずっとサリーじゃん。サリーとマイク。マイクの写真相変わらずマイクが映ってない。てかこっち7月ひど。かわいそうマイク。ねえ。いやー、まあこれだけか。こんな感じかな。いやー、すごーい。世界の地図。なんか色は関係あるかな。あ、そうだった。こっちか。とにかくそれを送り返そう。あ、サムライト、サムライト。確かに前は人間の子供たちの悲鳴を利用してたんだけど、今は笑いをエネルギーにしてるんだ。笑いの方が大きなエネルギーになるからね。あ、にゃにゃ。ブーが気づかせてくれたんだ。へえ。笑いがエネルギーになるって僕たちの船と一緒だね。そうだった。そばと愛だもんね。やめろよ。照れてるし。ああ。またこいつら。姫。怖がっちゃうじゃん。見ろ、ブーのドアが。あ、ダメだ。帰れないじゃん。まずはブーを。あ、やばいやばい。なんや。今は遊べないんだブー。我慢しててくれよ。ねえ、こいつらを片付けよう。そうね。あ、こいつ。あ、なんだよ。あ、だから。あ、
あ、どこだ。あー、消えちゃった。あー、あ、間違った。間違ったし、これを使いたかった。あー、やば、結構食らうわ。あ、やばい、痛い痛い痛い。お、初めて使う。え、終わったの。これすごいわ、この世界。これで行こう。うん、準備ができたらドアに捕まって。わかった。いや、まだ準備できてない。ドア倉庫に向かわないと。こんなところにも幸運のマークがありそうだよね。あ、え、そう。はあ、幸運のマークどこなんだろう。やや、はっやっまたこれだ。や、あ、あれは出てこないの。あれ、なんだこれ。違う。何？何だろうこれ。何もないの。何だ。幸運のマークってどこにあるの？さっき言ってたけど。あ、食材。これ見たい。 To be scared. Scared. あ、あ、近づけないわ。え、え、あ、あ。よし。見えるかな。File paperwork. あ、サカユンさん、こんにちは。マイク、こんばんは。ここもリアルだね。そう、例えばこれとか。やばい、会社じゃん、本当に。モンスターオキュペーショナルセーフティーハザードポスター。あの、なんだっけ、あ、セーフティーハザード、なんだったっけ。ちょっと待って、間違っちゃった。セーフティーハザード、安全と危険な危険防止みたいな感じのポスターが貼られてる。メモ
to do file paperwork。 へえ、やっぱ細かいねみんな。ここも同じかな、どうなんだろう。よし、もうほとんど同じだね。でもさっき幸運のマークが あるって言ってたけど、どこなんだろう。あ、安全上の注意的な、そうそう、それそれです。すごいすごいよね。あー、幸運のマークどこなんだろう、どこだろう。そう、なんかここら辺にあるって言ってたから、うん、まあ次回やろっかな探そうかなここら辺、まあいいや、もう準備できたから扉に行く。どっちにしよう、ここ。行こう。てかグーフィーの姿がいいよ。そういうことね。ブーもいるし、そうそう、いた。ブー、危ないからおとなしくしてて。あ、後ろに、やばい、名前忘れた。そう、ブーのドアを探してるので、ブーを帰らせなきゃいけないけど、あのブーのドアを探さなきゃいけないから。すごい、こんなところにまで。そう、ね、敵は俺たちに任せて、ブーをしっかり守ってて。おお、え、どうやって、おお、なんか幸運のマークとかあるかな。ノー、痛い、どうすればいいの。あいつら、あいつランドール、ランドールだ。あ、そうだ、ランドール、ランドール、ランドールだ。繋がってない。電源が入ってないんだ。まだ敵がいるぞ。ブーのことは俺に任せろ。ソラ、ブーを笑わせて電源を入れよう。どうやって笑わせるの。あ、マトリスじゃん。あ、そうだ。なんて言ってんだ。なんて言ってた？ここから、そりゃ、それ、それ、受けてこれで。あ、やばい、テニスになっちゃった。光よ。あ、すごい。またか。ああ。どうやって笑わせるんだろう。何これ、すごい。ね。
お、すごい。いいぞ、その調子だ。え、ちょっと待って、違うよ、カップが欲しかった。早すぎ。これ使いたかった。そうだ、思いっきり行け。え、思いっきり行けって、これ。てか、てか、これあ、ファイラーになった。バトルのレベルがどんどん上がってるでしょう。やばい。お、扉が。今度はどこなんだろう。え、ブーのドアが。ブーのドアだ。ソラ、またドアに捕まるんだ。あ、マジか。あ、セーブポイントあるんだ。一応マイクの扱いやばいよね。アトラクションフローってどれが一番使いやすいの？アトラクションフローは、どれなんだろうね。でも多分あれ、シューティングゲームみたいな感じが多分一番使いやすいかもしれない。出た。あ、そういうことね。なるほど。スーパースライドって、あ、そういうこと。ブーのドアあそこだ。わあ。よっと。いい。見えなかった。全然見えなかったわ。このこれ、あ、あ、あ、結構やばいわ。まだいるかい。すごっ。もうメリーゴーラン、これもあるね。これはあの光に合わせなきゃいけないからちょっと難しかった。まあでもこれで敵が変わ、あの消えたんだし。あ、コーンのマークじゃん。よし、こんなところに。え、なにこれ。あ、なんもないか。んで、どうすればいい？
ここ？海のドアはこの辺りに流れてきたはずだ。みんなも探しよう。このドアを経由すれば笑いフロアに戻れそうだぞ。ブーの？何があった？ここもあるんだ。とりあえずここにブーのドアに捕まるんじゃ。そう、でもブーのドアどこにあるか探さなきゃいけない。あ、この辺りにあるの。何これ、湯気。あ、あった。あ、それあれか。あったぞ。え、もしかしてブーの部屋見れるの。ここに流れてくるって言ってたけど、あいやー最悪は。ランドルフ、あれ、ここはどこだ。どこかなんて気にするな。どっちみちここがお前たちの終着点なんだからな。終着点。ランドール、あいつは強引なやり方で悲鳴を集めようとして追放されたんだ。ブーもいじめようとした。ブーかわいい。どうやってここに戻ったんだ。お前が使ったドアは壊れたはずなのに。ああ、あれからひどい目にあったが、ブーの部屋じゃない。親切な誰かさんがドアを直してくれたおかげで戻ってこられたのさ。俺が戻ったからには今日からまた俺様がトップだ。はっ、お前が笑いを集めるって。確かに笑える冗談だけど、あいにく今は俺がトップさ。誰が笑いでトップになると言った。あれサリーじゃなかったっけ。負の感情。工場に入り込んでる連中を使えば集められるんだよな。負の感情だって。どうして知ってるんだろう。また13機関の入れ知恵じゃないかな。笑いなんて一時的なものだ。収まっちまえばまた笑わせないといけない。その点負の感情は特に悲しみだな。植え付けてしまえばずっと悲しみ続ける。無限にエネルギーを集められるんだ。悲しみを植え付けるなんて許さない。ねちっこいな。そう、お前がアンバース出現の原因だったんだな。さてどうだかな。俺様が会社のトップになるためだよ。つまりお前たちはもう用なしだ。何？ここで全員消えちまいな。待て、どこへ。工場のコントロールは俺様が握ってるからな。いろいろ仕掛けておいたぜ。とっておきもある。もう逃げられないぞ。あいつ俺たちを消すって何するかわからないぞ。ブーを安全なところに連れて行かないと。ランドールのことはそれからだ。とにかくここを出よう。そうだね。あ、坂井さん。あ、セーブポイントあるの。一応。閉じ込められちゃったみたいだね。もうね、早く出ようよ。あ、
ランドールのやつ何を企んでるの？あいつ、いつか俺たちの前にひざまずかせてやる。超お金出るんだね。あ、地図。それ。オッケー。で、なんか一瞬サカユンさんの声だと思ってた。ランドールだった。誰もないし、ああ使っちゃったし。え、すごい、このキーブレード好き。あのラプンツェルのキーブレード。私じゃないよ、ランドールだ。笑い声。あ、すぐ戻ったんだ。ん？何これ。えい、おいおい、どうなってるんだよ。機械がおかしなことになってるぞ。これじゃ危なくてブーを連れて通るのは無理だ。ランドールが言ってた仕掛けってのはこのことか。ひどいぞ。まあそうだね、俺たちに任せろ。サリーたちはブーを安全なところに連れて行って。ひぃ、坂井さん。どこかに機械を動かしてる装置があるはずだ。それを壊せば止められるぞ。あ、ちょっと待って、あの機械は何だ。あのパーツは頑丈みたいだ。頑丈。あのパーツでニャンニャン、ニャンニャンはあのサリーの名前。どこなんだろう。これ壊れないぞ。壊れないね。あ、あれ、これあれ、え、何 R2。 え、どうすればいい。え、何なのさっき。え、ん、あー、え、 R2。 え、どうすればいい。あー、こういうこと。階段の上にあるのはマイクの言ってた装置じゃないかな。どれ。え、どこ。え、上にあるやつ。あ、どっちかな。助かったよ。これ？ルフィの静かになったぞ。姿怖いよ。今だ。もうできたね。お前たちを痛めつけるいい仕掛けだ。一回。これとか必要ないの？いらない？よし！同じだ。わあ、すごい。リアル。全然できてないよ。
あ、やばいやばい。お、すごい。わー、またかよ。また。これで。あ、ノー。早すぎる。早すぎる。まあいいけど。え、何なのあれ。おお、ここは幸運のマークとかないよね。まあいいや。あ、すごい。これプリンターのインク。あれ、幸運のマークだよな。え、どこ？あ、本当だ。息が上がってきたか。お、マジックアップ。あれ。はい、もっと集めようよ。もっと集めようよ。え、セーブしたい。ダメだ、また電源が入らない。あ、だったら笑わせないと。さっきのドアと同じように、うーん、何かないか。ブー、あ、違う、あれだ。ん、え、あれ、あんなものでどうするんだ。なんで、なんでみんなに教えないの。そりゃいい。じゃあ頼むよ。何言ってるんだ、一緒にやろうぜ。おい、俺はいいんだって。いや、あ、ちょっと、おい、あ、ちょっと待ってブーが、スプラトゥーンみたいじゃん。なになに。いいぞ、電源が入った。本当だ、電源入った。本当にそのままなの。やっぱりブーの笑いのエネルギーはすごいな。そうね。ちょ、ブーを笑わせることなら俺に任せろ。ちょっと待って、写真撮りたいわ。いいね、いいね。ブーが売り喜んでる。目が、え、何、目が、まぶしい。目がまぶしい。なんかあるかな。あ、間違えちゃった。まぶしい。うん。何だったっけ？あ、違うわ、これじゃない。もっと一個しかやってない。ん？なんか、あ、宝箱。ん？暗部、え？なんて？アイテムでしょ？何のアイテム？あれ？スターシールド。ちょっと待って。装備変えようよ。プラスになってるじゃん、すごい。
へえ、ちょっと待って、ドナルドは何もない。あー、魔力の方がいいや。てかさっきの違うんだ。こ、あい、これ、あ、あ、どうしよう。あー、ダークか。ドナルドの武器、アリスみたいなやつ、なんだったっけこれ。あ、ほんとだ、今気づいた。ほんとだ、確かにかわいい。ほんとだ、あのウサギちゃんがいる。なんだったっけ。ダークの方がいいかな。今これでしょ。うー、いや、グーフィーにあげよう。でもどっちの方がいいか。今はこれ、これ、それか、こっちを。あ、マジか。ここにしよう。ん、これ何、とどろ、うん、もう一回セーブする。サファユンさんって、あの、もう始まった、あのキングダムハーツ3やってみた。ブー、先に行っちゃダメだって。ノー、早いわい。ブー、ニャンニャン、ダメだよ。ここにいたのか。あらら、落ちちゃった。さっぱりした。まだオリオン、オリンポスの途中。おい、やめろって。あ、でももう始まったんだね。にゃんにゃん、ブー、おいで。サリー、ブーを安全なところに。ハートレスもいるのかよ。そうね、全員いるね。あ、全員じゃないわ、あれがなかった。どんなのあれ。赤メリーボーラーで、あ、全然できてなかった。全員倒した。
まだいるかな、なんかいる、なんもない、よっ、お前たちを痛めつけるいい仕掛けだ。こことかは、あ、ちょっと待って、そうすると、あ、ブーブー遅かったね、あ、痛い、何なのここ。いけないの。怖いわ。怖いわ。あった。はっ。やっ。ごめん。お、よかった。ん？ここにも行けるんだね。よし。なんだろう。クラシックキングダムだね。お前たちを痛めつけるいい仕掛けだ。チーズ。なんかあるのかな。なんもないか。ないか。じゃあ行こっか。戻ろう。あ、もうやばい。あのシュールなクラシックキントクラシックゲーム、そうそう。まだやったことない。あ、やったことあるけど、ま、全然続けてない。もうたくさん集めたのに全然やってない。マジかよ、これどうしよう。雷かよ。ミリッとくるぞ。お前たちの悲鳴を聞かせてくれ。いけ。かなり電気が流れる。おお、すげえ。気をつける。すご。あ、いたいたいたい。やらないの？いや、やらなきゃいけないと思う。なんかもらえるかもしれないから。え、マジで？なんもないじゃん。え？あー、やばい、どうしよう。どうしよう。ゲー。あれ？マジか。レジフォームなっちゃった。レイジフォーム強っ。え、お前たちを痛めつけるいい仕掛けだろ。そら怖い。レイジフォームこんな感じだよ。やば。わあ、レイジフォームやばい。あ、これはまさかよ。俺たちに任せろ。ここの制御装置は上のフロアにあるぞ。上のフロア、怖いよ。怖いよね。上のフロアにある。うん、いや、どうやって行けばいいんだろう。あ、いた、いた、やば、結構食らうわ。
痛いよ、気をつけて。いい、でもこっからはあ、いいやー、ちょっと、あ、ここかな。ちょい、あっち、何度も同じ気が通じると思う。ここでお前たちが終わりで、痛い、ちょい、ここかな。あったね、これが、早いね。ここまで来るとは褒めたよ。だが次はお前だ。この笑い声がさ、本当になんか誰かいると思っちゃう。ここを開ければ出られるぞ。で、こっちが工場全体の制御装置。こんなところ、さっさと出ちゃおうぜ。これか？ちょい、そんなに荒っぽくするなって。荒っぽく、ダメだ、ランドールのやつがロックしてるんだ。操作できない。装置を壊すのはダメかな。あ、そうか、壊すんだ。破壊、ちょっと待って、破壊。ここもブーの力を借りよう。いつかの時みたいにブーを大笑いさせるんだ。制御装置がショートしてロックが外れるかもしれない。お、いけそうだ。ブーは大活躍だね。ニャンニャン。破壊になっちゃった。間違えた。分かってる。That's so seamless。 すごいわ。お、すぐ、おー、すごい、ルーフィーすごい。あれ、痛いよ。違う、これじゃないし。全然当たってないし。
あ、リンク全然使ってなかったわ。あ、でも使えない。あ、オッケー、ドナルド、お、できたね。まだかい。よし、お、久しぶりじゃん。もうない、まだある、こっちか。どこだ、お、アトラクションがあるから全然なんか食らわないんです。あれ、もう消えた、終わっちゃった。あ、サリー大丈夫か、サリー、もう少し魔物が減ればルーが安心できそう。またこれか。それ行け、行け、おお、すごい、ほんと綺麗だわ。例えば、え、どこ、あ、こいつだよ。あ、あ、ここに、あ、違う方向に、あ、ありがとう。できるかな。左上のブーの、あ、あったんだ。え、ゲージがあったの、気づいた、今気づいた。そうそうそう、痛いわい。ああ、あ、また MP が、これだとできるかな。え、全然食らってないじゃん。あったあった、できた。いつもすごいじゃん。お、コンボマスター、そうだ、アビリティ。ダメだ、もっとドカンと笑わせないと。マイクが笑わせてやれよ。任せろ。マイクのピンボールで、はい、出た。ゲームセット、わかんないよ。やっぱり気球でにはかなわない。まあテニスってことなんだけど、ピンポンの方が良かったかな。そういう問題じゃないよな。あー、動かないで、コンタクト落とした。ブーには伝わりづらいかな。どういう意味、目があんなに大きいんだからコンタクト落としても気づかない。もういいや。説明してる。俺はスロースターターなんだよ。
スロースターター。そんな得意の見せてあげなよ。しょうがないな。わかりにくい。そう。めっちゃ壊れてるじゃん。お、できた。え、どうした？トップ交代だな。あった？あ、なんだ。メールか。トップ交代。俺に挨拶もなしで行こうってのか。諦めろ、ランドール。お前の思い通りにはならない。あの魔物もソラたちとやっつける。あ！いや、お前の思い通りにもならない。俺様にはまだ切り札があるぞ。さあ、あいつらをやっちまえ。あいつらって？え？おい、どうした？動け、動け。それが切り札だって。このガラクタが！は、待て！放っておこう。もうランドールには何もできないよ。にゃにゃ。それよりもブーを返してあげないと。そうだね、うん、そうだな。ブーのドアはドア倉庫にあるはずだ。ここを出て発電所区画を通り抜ければドア倉庫にたどり着く。さあ行こう。ハンバーグだ。ん？スマイルバッジ。おー、すごい AP も。でも全然設定してない AP。AP じゃなくてアビリティ。The power card。 来た。あれ？ちょっと待って。あ、グーフィーなんだあれ。なんか二人いるかなと思ったら全然違った。お、オリーブオイル。え？この自動販売機で？オリーブオイル？え？ポリビニールクローライド？え？Sugar, salt and fat？ 砂糖、塩と、なんだっけ？あ、ファット。質って。ビッグバイト？ラクーン？え？ブロート？プライモーディアルズ？え？スニューズ？チューズ？え？何このスナック？やっぱモンスターだからモンスターなアイテムしかない。おお、たくさんある。で、買うものも新しいのある。あ、これね。ブロートって何？わかんない。名前だと思う。ブランド名？わかんない。ん？あ、そうだ、アビリティ、やばい。全然見なかったわ。
足りないんだ、やばい。こことかも、足りないわ。てかアイテム装備しようかな、なんかあったっけ。英語じゃないのね、そう名前でした。ファイヤーアンロベアンロゼット、顔これとかは、今は何だったっけ。あーこんな感じか、これにしよう。お増えたじゃん。じゃあどうしよう、こっちの方がいいかな。なんかあったっけ。あ間違えちゃった。じゃあアビリティもなんか増えた、増えてない、なんで使えないの。コンボクラス、コンボマスター、どっちの方がいいんだろう。ヒットしなくても続けてコンボプラス、コンボマスターにしようかな。え、ドナルドは何かあったっけ。あこれか、サンダーアップじゃん。とグーフィーはシェアプラス、おおいいね、プライズか。あやっぱあるじゃんこういうの、なんでフリンとかなかったっけ。ベストコンビもあるよね、絶対セーブして、まあでもちょっと夜遅くなりましたので一旦、あちょっと待って、幸運のマークは本当だ、あったね。よし、トロフィー earned lasting memories だって。なんて言った、出口へ急ごう、ブー危ない目に合わせられないぞ。オッケーオッケー、ランドールの思い通りはならないからな怒ってる、こんなところすぐに出てやる。ブーは喋んない、こういうところとか最後の幸運のマークよっ。じゃあこれもある、本当だ。こことかはない、ないない。じゃあここまでにしましょうか、もう10時52分になりましたので、そろそろ11時になりそう なるので一旦ここまでにします。でまた続きは明日にしますね、まあ、何時かわからないのでツイッターお待ちしてくださいでは坂ゆんさん来てくれてありがとうございます。あごめんなさいマイクマイクがなので、お疲れ様でした皆さん、はーい、おやすみおやすみなさーいではまた。